てるよ。ちょっと何回かやってみるけど、慣れると直します。で、そのままストップね。この足が、こうやって外向いてるんですよ。これだと、ちょっと待ってくださいね。これだとまっすぐになるんですけど、これでやってみましょう。強度変わるかどうかやってみましょう。強度。で、これをもうちょい、こうやってつま先上げて、こうやってガッチリやる。ってことは、手の位置をもっと上につきたい。もっと上につきたい。で、これでも毎回こう外向いてくるから、こう外向いてる。必ずこう。で、ここにパカッ。いいよ、OK。はい、3、はい。はい、1。そうそうそう。ここ乗るよ。はい、2。はい、3。はい、4。で、行って、今度はこっち意識しながら行くよ。はい、あと5回。はい、1、そう、はい、2、3、4、5。 OK、いいよ。これでちょっと歩くみたいな程度だから、最初こうやって踏むときに、ここにアークかけるのを5回こうやってやって、今度はこっち、この5回をこっち右の膝を伸ばすのを意識してる。でしょ、ここを伸ばす。だからこういう感じ、イメージ的にはこういう感じになる。イメージ的にはこう立てる、こう立てる。そうそう、そしたらこう伸びるから。そうそう、こっちのこう立てる。そしたらこう伸びる。こうやっていいですか。これちょっと歩いてみて。どう、あれ痛み減った、減らん。ちょっと今度右やろうか。今度右のバック行く。これ得意だ。もうこれ直すね。直すね。ちょっと待って。直すね。これ、スイングしてるから、スイングしてもっと直線的に、直線的に、線路の上を足すぎる。そう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 。もう直線的に。直線的に。そうそう。直線的にこうピッと伸ばす。この時もこうなる。こうピッとやって、はい、具体的に、はい、1、うん、そう、2、直線で、はい、そうそう、3、縦に、そう、3、そうそう、4、で、5、長の目線伸ばす、大きいよ、ゆっくり、ここにちょっと歩いてみる。どう、程度は歩きやすい。こっちの方が楽になる、うん、ってことは先に右のバックキックやって、うん、で右やって左やってっていう順番でやってもらっていいですか、はい、じゃそれでよろしいですか、はい、以上です。あとの5回は後ろ側のこちらの方を膝の、そう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 、まっすぐ、そう OK っていうこと。そうですね、だから両方意識はできないので、先に左に鼠径やって、あとはこっちの膝、みんな膝の下、そうそうそうということをやってます、はい、以上です。見てくれてありがとうございます。いいねとチャンネル登録お願いします。